中富川の戦いは、天正十年、阿波国へ攻略を目指すと佐国の長祖壁元地下と、これを阻もうとする勝水城本陣とする、東郷有り以下の三好首相との間で起きた戦いである。攻防戦は、約二十日間行われた戦いで、人的被害は、阿波国史上最高のものであった。この時の様子は、四国派兵も三省王工場の石碑天正十年五月。 織田信長は、三好安永を、先方、三男の織田信ぶを首相として四国攻めの兵を起こし、このためすでに、阿波振興を進めていた元親一時兵を、退いていた。しかし本能寺の変により、織田氏の圧力は消滅し、後ろ盾である信長を失った安永は、阿波を捨てて退却した。こうして、長我壁氏にとっては、阿波攻略の機会が訪れた。長我壁信近は、 一宮城、恵比寿やマジロを奪い返し、勝水城を攻め落とそうと考えた。元親は8月まで待つように指示したが、信近は手勢を率いて、海部に至り、高祖壁地下死体を頼って、長祖壁元地下の公演を待った。しかし元親は、将兵や領民の疲労を考え、近沢越後守る使者として、信近をお工場に呼び戻した。三好氏との決戦に際し、 十分な準備をしてからことに当たるためである。元親は、お工場内で軍議を模様した、長言物語によると、この時過労場持ち衆と一両不足衆からそれぞれ別室で意見を聴取した。国の府中に山もなく足へいに、内で陣鳥居館、御座植三好も三半国にて、ところ税は大勢なり、お手に入るたる山よりに年々取鳥が、巡る、毎週の策を、て 敵の下地も疲れなは、はかりごと藩人も、高山魚座植えし、過労衆の意見骨になされては、阿波の国は、モースに及ばず、土佐の国をも三吉家に、劣られなさるべくこう。その司祭は、三吉笑い岩河地の国藩を口行する。用子は、橋場畜前神の大いなれば、畜前殿より火星にて、笑い岩阿波へ渡るべし。左もなき先に、昭安を、打ち果てし、 阿波の国を残りなくお取りなされる五分別この時、一両不足の意見元親は一両不足の意見を採用し、阿波への出兵を決めた。その際に、以下のような布告を出して、兵を募った。この度、人の次男、三男なにの無属者によらず、心剣次第にかまかりむかりず、その身の恩賞を望み次第たるべし、十五以後六十以前、長祖壁元地下、元親き軍勢を整えた。 長蘇壁軍は、土佐神社に詣で、日落し網見一両、黄金の太刀一振りなどを奉納し祈願して、岡婦城を出立した。長蘇壁元地下像、旗神社所蔵長蘇壁軍は、南海道を北進、牛木城に入場視線表情を行った後、同年8月26日恵比寿、山城、市宮城に至り勝水城を目指して行軍した。これより前に、 アリフは一宮、恵比寿山の領場を放棄して、かつ密城に兵力を集中させていた。翌8月27日井戸村付近で全軍を集結させ3体に分け、親、大河3000兵を率いて中富川の南岸に着陣した。翌8月28日元親は軍師当学に意見を求め、全軍に出撃命令を下し、同日正午頃、先人である親、大体は、 中津川の北岸目指して突撃した。これに対して、有保の軍は、勝水城を本陣とし、阿は、佐抜の三好支配下の将兵五千両をもって、将校事情を先陣とし、大手付近に二千兵、後陣として三千兵を配して、防災を築いた。親、大隊がとかを始めた頃、信近長宗壁近い吉隊が率いた一万四千兵の、主力が南東より、親、 大隊は、西南より進み合計一万七千兵が、両翼から攻めた。これに、元親と兄を結んでいた、一宮城城主小笠原聖女、桑野城城主、桑野,城城桑野安明ら六千兵を率いて、黒田の原から中富川に攻撃した。当初は、東郷軍の反撃に遭い、長祖壁軍も一時は劣勢となったが、攻めては、大軍で、勝水城まで追い詰め包囲した。 かつ水城本丸の水濠長祖壁勢は余生を買って2万の兵で、かつ水城を包囲した。この時、西賀州の援軍が長祖壁軍に加わった。9月5日に、大雨が5日間降り続き、後方の吉野川本流と中富川が氾濫し、板の平野一帯が洪水で、湖化して、長祖壁軍は民家の屋根や木の上に登り避難した。この状況を見た、軍は、 上兵を小舟に乗せ、屋根の下や木の下から、長江の槍で串刺しにしていった。後に、泡で流行る鳥刺し舞はこの時の戦いによるものだと言われている。長祖壁軍は本陣を、交渉員に移し、板の平野の水が引き去った後、陣形を立て直して、再び攻勢を開始した。戦場は、勝水城の内外で、白兵戦となり、両軍入り乱れた乱戦になり、 双方かなりの損害が出た。本人で指揮した、有穂は、玉砕覚悟で、敵本陣に攻勢をかけ最後の決戦に臨もうと、したが、側近であった東村ビンゴ神の還元を入れて、勝水城へ引き上げた。勝利を収めた、長祖河米軍は、鳥の時は、食事を取りつつ、再び勝水城を包囲した。同年9月21日に、有穂は幸福の生死を、元親に入れ、 かつ水城の明け渡しを条件に、有保に免罪を受け、佐ヌ国の虎丸城へ退去した。この戦いで両軍の死者数の合計は1503名、さらに、重傷、軽傷を受けた数はこれらを遥かに上回ったと思われている。その後の戦いの様子は、東郷城の戦い及び、橋場と長祖壁の対立も参照。 この戦いの後、阿波の諸城はほとんど長蘇壁氏に、振ったが、元親は降伏した阿波諸将の内一宮城主、小笠原聖女、富岡城主深海道前らに、無本の疑いをかけて暴殺した。翌天正11年4月には、木津城の篠原自等が、高祖壁地下死体の攻撃を受けて、阿波寺に敗走し、阿波国内で、長蘇壁氏に反抗する者は、 土佐白城の森村春のみとなった。中富川の戦いで、東郷軍に属していた著名な城主のほとんどが戦死した。このように、東郷有穂軍に属していた、織田信長上落以降の1570年から、活躍した城主のほとんどが、中富川の戦いで戦没してしまった。高知県史古代中世編913ページ。高知県史古代中世編914ページ。 原文カタカナ、AB 山本 1988P94 ありがとうございます。